北京二貫路、北京二貫路は中華人民共和国北京市中心部から数キロメートルだけ離れた渋滞回避に有効な代替道路である。北京二貫路は二つの部分に分けることができる。元々の環状道路、新しく拡張された環状道路である。本文は現在の北京二貫路について触れる。北京二貫路は おおむね北京の城門と城壁が撤去された後地に建設された。道路の多くの部分は現在一部が残っている以前の城門から名付けられた。西便門、東便門、徳政門、永定門などが含まれる。城壁の解体は中華人民共和国成立後の地下鉄の整備計画にも関係している。北京の城壁北京二貫路は 以前の城壁の場所に作られたと言われてきたが、新旧の北京の地図を比較してみると、それは正確ではないことがわかる。道路はむしろ城壁を囲む、堀の場所に位置している。北京に関路は、最終的に1980年代に完成した。信号機は1990年代に撤去され、いくつかの新しい立体交差が作られた。北京に関路は、 市の信号機がない最初の環状道路となった。2001年に北京二環路は全面的な再舗装を含む改良工事が行われた。緑化や景観の改善が同時に行われた。北京地下鉄の2号線は北京二環路の元に位置しており、この地下鉄の駅の多くは道路の両側に出入り口がある。以前の旧二環路はやや楕円形である。北西部は西時門を 北東部は東時門を南西部は西便門、そして南東部の東便門を通過する。その南部は天安門広場の南端にて全門を通過するいわゆるメトロロードの南端に接続する。新二管路は旧二管路の西部と東部の単純な拡張である。東便門と西便門を越えて拡張され、南東で左安門に 南西で複雑な名戸への立教に到達する。拡張部分はしばらくの間エクスターナルセカンドリングロードとして知られていたが、最近ではそのように呼ばれなくなってきている。北京に関路は1950年代から1960年代にかけて取り壊されるまで北京を取り囲む多数の縄文を通り抜けていた。例えば以下がある、現在では徳摩サ東便門、 英定門、西便門のみが残っている。内側の北京に関路が通過する城門は以下である西洋門のみが現在も残っている。1980年代に最初に作られた時、北京に関路の設計は交通量を裁くのに十分であった。しかし、20世紀末に交通量が激増するに、従って状況が急速に悪化した。 2001年の改良工事以降は路面のデコボコが以前より改善してはいるが市の中心部に位置しているため北京に関路も交通のボトルネックとなっている交通渋滞は日常茶飯事である高速道路と直接つながっていなかったため北京に関路を離れるのが難しかった制限速度は時速8 0トルである速度取締りは 頻繁に行われており、カメラが稼働している。それらの場所のいくつかは明らかであるが、いくつかは橋の下や物陰に隠されている。北京に関路の交通渋滞は、北京市民の日常になっている。それでも、渋滞の激しさは変化する。北に関路の安定門と、小町橋間、徳政里門周辺はしばしば渋滞する。東に関路と、 西に環路の北側部分は交通集中が起こると一時的に駐車場のようになる。南に環路はかなりマしである。ナト営から左安門までの南に環路は比較的渋滞せず、しばしばスムーズに通過できる。北京に環路はしばしば混雑するが、北京三環路とは異なり、全く動かなくなることはない。北京三環路は、 交差道路に信号機があるダイヤモンド型のインターチェンジを採用している。これらのインターチェンジは渋滞を生じ、動かない状態を作り出す。北京に関路は代わりに信号機がなく停止せずに通過可能なクローバー型のインターチェンジを採用しているため、渋滞が緩和されている。北京に関路の至るところに電光掲示板が設置されており、現在の交通状況を表示している。 現在、艦隊時でのみ、情報提供されている。西に関路には、スマート電光掲示交通状況は、継続的に観測されて、地図上に表示され、道路の様々な場所の状況をドライバーに知らせている。現在、積水、丹、西直門、長安街の復興門にこの電光掲示板が、設置されている。中国語表示は、外国人ドライバーにとって、 全く意味をなさないこともあるが、文字は色分けされており、外国人がいくらか道路状況を理解しやすくなっている。北京地上高速道路には2006年に直接接続した。京神高速道路、京津堤高速道路、京商高速道路は北京に関路とは直接つながっていない。京海高速道路的な名と A 立体交差に向かって、 北に進むと容易にアクセスできる。建国門は、K2 快速道路時計、高高速道路に接続している。一方、発達零高速道路は、徳マ門から北に向かうことで、アクセス可能である。北に幹路から時計回り方向を注意。ありがとうございます。